あ純ちゃんそういえばさうちで飼ってるあのポメラニア白ポメラニア6が10月の13日が誕生日だったんですけど不安でで今すかその1歳になったらそこそここうねいろんなものを覚えたりとかしつけとかも上手にできて賢くなるのかなと思ったらうちの犬も。 スタミナさんぐらいバカで <laughs> <laughs> 相当バカかもしれなやで <laughs> そんなもんなそのおトイレとか全く覚えないああなるほどし、はいはい、あとなんかすごい吠えちゃうしああなるほどなるほどなるほどあといろんなもの噛み癖もあるなるほど。全部治ってないんですよはいはいで僕しつけ教室にふた、うん、教室行ってるんですよ、はい 全然治せないんですよその先生方も。うんどうしたらいいのかなとこれ自然と治っていくもんなのか。これね。はい。あの僕、ま犬二匹飼ってるんですよ。はい。でみんなねあの犬飼ったらしつけ大変なんじゃないかみたいな。ま確かにすごい大変なんですよ。で大石さん性格的に多分ちゃんとやられてるっていうの僕知ってるから配信会でも。はいはい。犬はもう四歳ぐらいまでは基本的には。 感情が高ぶったりすると、うん、おしっこは巻き,つら巻き散らすし、うん、興奮したら、あの、例えば俺を、が見つけて、うんちしてるじゃないですか。うん、見つけたらもううんちしないこと歩いてきます。うん、<laughs> <laughs> しょうがない。それは、なんか、あのね、あんまナーバスになっちゃダメだと思う、俺は。だって俺が、小6までお,おねしょしてたんですよ。<ー>人間の俺が12歳までおねしょしてて、1歳って言ったら、ようやく、 まあ小学校に上がったぐらいだと思うのでできる子がすごいだけであいるんですよもちろんできる子でも絶対になんかあ,あうちの子ダメだみたいなのは本当に思わないほうがいいです<ー>絶対できるようになるから、うん、ちゃんと愛を持ってうちの子は4歳ぐらいから、うん、あのちゃんとできるようになりました、うん、4歳まではもう興奮したらおしっこしちゃうしうわんわん吠えるし だって配信中にもうちの犬の声がうるさいうるせえよっていうコメントめっちゃあったけど最近もう,なうな全く鳴かないんですよ、えー、なるだからなんかそんなうわどうしようみたいなのが一番よくないと思うそういうもんです犬は噛むし吠えるしおしっこ漏らしますそれで戸惑ってちゃダメなんだこれうしない方がいいと思うだってねっ動物だからねまあ仕方ないよねうん根気強くやってたらいいの えしかも、かきっかけみたいなないの最悪、治んなくてよくないですか <laughs> 俺はそう思っちゃった。最悪、治んなくても、俺が掃除すればいいやになったら、治りました。え<ー>毎回別に、掃除してあげようって思うのが、うん、諦めたら、向こうも、まあ、しゃねっかみたいな感じで。<laughs> <laughs> あれ、も、まあ、がそう言うなら、えー、<laughs> みたいな、もう、本当そう。えー、あ,あんまり、あのー、完璧にやらそうすぎると、 だ子供とかと多分一緒で俺子供いないから分かんないけど、うん、おなんかやりその完璧を求めすぎると多分犬がかわいそうになっちゃう俺的に外す時は外すじゃないですか<ー>だっていま未だにうんこ漏らしたりしますもん俺もん酔っ払ってタクシーでプッとおならしようとしたら水がビュッて出てきたみたいな <laughs> <laughs> あるじゃないですか人間にですら <laughs> 犬はありますよまあ多分話聞く限り、うん、ロックちゃんはすごくいい子だと思う本当にいい子はいい子だと思ううんうん、うん マジでそう、犬飼う人は本当にねすげえでもいたずら好きなのかもねいやなりますよ、うん、犬はやっぱ興奮したらねなっちゃいますよ飼い主が、うん、あの取られて一番嫌なものをちゃんと分かってるというか、うん、例えばあの今日履く靴下とかうわ靴下めちゃくちゃ持ってきますよね持っていくなんであいつら靴下があんなに好きなんですかね <laughs> あと飲みさしのペットボトルとかか<ー>んでもって っていっちゃったりとか、うん、結構する。あ、なるほど。大丈夫なのかなって、ちょっと思っちゃうの。いや、ぜ、もう絶対ってつけていいぐらい、大丈夫だと思います。うん、叱ったりした。あ、僕は叱ってないです。ええー、あの、うんち漏らしたら、うん、あ、漏らしたんだなと思って、あの、片付けて、できた時だけ褒めてました。うん、ああ、一番いいしつけだね。そねうん、もう絶対に。あの、怒んないです。怒ったことない。俺。うん犬とかに。